小川、お笑いのせいで生かされる。山田ちょっとやばくないか。ミスの嵐やん中日かよ。2日連続でセカンドが勢い手放すようなプレーかましとるやんな。ヤクルトさん、再開攻防戦ですな。ヤクってそんなエラーのイメージないが。やあヤクルトの守備ドラゴンズ、しゃあない。再開はヤクさんに譲るわ。山田のそんな姿悲しくもある。エラー誘うのも実力のうち。山田が5億ってこと考えるとビシエド安く感じる。山田苦しそうやな。そんな顔するなや。立浪監督続投に向けて一致団結するヤクルトナイン。三ツ俣と溝脇の二遊間がヤクルトで実現したら謎の頭痛を発症する中日ファンいっぱいいそう。ビシエド、今日はホームラン打ってもええんか。ヘボだった中堅も流れに混ざればこんなに打てるんだ。ヤクルトボロッボロやな。今の中日相手にここまでコテンパンにされとると、立浪監督打つ方はなんとかしてまう。あと一本タオルは使いどころめっちゃ多そう。冷静やな。ビシエド超支援やらね。岡林のシーズン200安打チャレンジに流用しよう。岡林ペース的には18、10安打くらいか。どこまで好調維持できるか。ご視聴ありがとうございました。